はい、こんにちは。タイヤマン平の鈴木です。今日は10月の、6日です。金曜日です。2016年10月6日金曜日です。10月の1日から、この前、ご案内を、いたしましたスタッドレスタイヤの受付、ご予約セールを始めました。そして、3日からですね、実際にもう早い方は、このお客様は、雪国に、ね、行きますので、雪国へもうご移動されて、そちらで、長い間いらっしゃるということで、もう一番、この季節一番目にですね、冬用タイヤもう既存に持っているものを取り付けて、行かれました。そしてご予約の方はですね、4日の日と、今日6日、火曜日と木曜日ですねに、ご主人と奥様の車、各1台、ご予約入れていただいたり、また今考え中の方が、お問い合わせに来てくださったり、今日もまたタイヤとホイールで、1台分、お願いしますということで受けたまった方もいらっしゃいます。そんな、まだこんな暖かいですけども、少しずつね、10月の声を聞きますと、早い方は、動き出してスタッドレスのご準備を始めます。もうこの前のご説明でもあるんですけども、まだ一部、商品の説明とか、全部できない部分が、出揃ってない部分がありますので、組み合わせによってはお客様の車とお求めいただく目的のタイヤの、全部準備がね、整ってない場合にはちょっと受けたまわって、出揃ったところで ご説明をいたしますので、まずはお声掛けを、ね、スタッドレスタイヤ、ご準備しようかなという方はですね、まずお声をかけていただきたいと思います。そして私がお客様の車と、お求めいただきたい、製品と、伺って、説明を、しましてね、あとはご提案を、そのタイミングでできるか、また少しね後になるかもしれませんけども、どんどん順次ですねやっていきますので、ぜひ、今ね迷っている方、また、これからね新しい車になった方、また今年初めてスタッドレスを履こうという方ね、特に初めてお使いになる方、私、説明はね、雪国で、タイヤ業界に入りましたのでね、スタッドレスタイヤの経験は長いですから、ぜひ丁寧に一番初めのところからね説明していきますから大丈夫ですから、はい、そういうふうに、詳しくね、カタログ以外のご説明ができますのでね、その辺どんどん聞いていただきたいと思います。そんなことで、今、10月1日から始まったスタッドレス受付、ご予約セールですね、このまま11月30日まで、行きますので2ヶ月間にわたって行います。約1週間ごとに、ご案内の動画なんか撮りながら、状況をね説明しながら、進んでいきたいと思ってます。では、また来週ねこのスタッドレスの状況はお伝えするとして、冬用タイヤだけではありません。また今レグのキャンペーンもやってますから、普通タイヤの方ももちろん、パンク修理の方、空気漏れで悩んでる方、バランス調整でお悩みの方、毎日、取り組んでやってます。ぜひよろしくお願いします。お声かけてください。ありがとうございます。